姫路女学院中学校、高等学校は、兵庫県姫路市、豊沢町にある、学校法人すり川学園が運営する、私立中学校、高等学校。思いやりや心遣い、優しさを育てる、心の教育に重きを置いている。略称は、姫路女学院。コースは、すり川静夫。校長は、すり川助彦。 姉妹校に姫路ハーベスト医療福祉専門学校がある。2020年4月に校名を兵庫県春間高等学校から姫路女学院高等学校に変更した。また、2021年4月から姫路女学院高等学校と同一敷地に設置されている兵庫県春間中学校も姫路女学院中学校に変更し、生徒募集を開始した。 1921年、大正デモクラシーの中、スリカワ・シが、勤め先からの帰路に、県立女学校に入学できずに涙ぐむ少女の姿を見て、女子の進学の狭き門を痛感。国家の繁栄と国民の幸福は教育の信仰に裏ねばならない。とりわけ、女子教育こそ、国家百年の清水に関わる金曜ごとであるとの、強い信念により、妻、 梅と共に創立。見学の精神には、社会の一翼を担い、一方で家庭において良き妻、元気母として、理想的な家庭を作っていくことのできる女性を、育てたい、という創立者、すりカわしの思いが込められている。普通科は、特別進学国際教養コース、教養コース、アスリートコースを設置。アスリートコースでは、教科運動部に所属し、 国際舞台も視野に入れた自己実現を目指している。商業科はプログラミング教育、全国商業高等学校協会の検定、発刊を目指し、企業との商品開発、大学への進学にも積極的。現在の制服はグレーが貴重のブレザーに赤グレーのストライプのネクタイ、またはリボン。夏はポロシャツにボックススカート、気候に合わせて、 カーディガンやセーター、マフラー等のアイテムもある。最寄り駅は、JR 山陽本線姫路駅より、徒歩約5分創立100周年記念事業における、公名の変更について張馬高校が、姫路女学院に、創立100周年前に、公名変更 ABC、令和2年度、第2回、兵庫県私立学校審議会開催結果、兵庫県私立学校審議会、 https e v p r e f h y o g o l g j p k k 3 d o c s d o c u m e n t s r 2 s i g h a k u s i n i g i p d f 二零二一年五月二日閲覧。姫路女学院中学校創立百周年記念事業における校名の変更についてハリマ高校が姫路女学院に。 創立100周年前に公明変更。ありがとうございます。